レオ13世は、ローマ教皇、カトリック教会の司祭、本名、ヴィンチェンツォ・ジョアッキのラッファエレ、ルイージ・ペッチ、語尾表の発表以来、完全に断絶していたカトリック教会と、近代社会の相互理解を目指した、社会問題を扱った初の会長区、レールム・ノバールムを発表したことで有名、1810年、イタリア・ローマ近郊のカルピネート・ロマーノで、 ルドビー・コペッチ伯爵のムツオとして生まれたジョアッキのペッチはペルージャの司教として評判になり、この名声によって1853年に数奇教に挙げられた。1878年のコンクラーベで教皇に選ばれるとレオ13世を名乗った。19世紀のカトリック教会は近代思想と科学思想のすべてを否定することで自らのアイデンティティを保持しようとしてきた。 その頂点が1864年の語尾表であり、近代社会とカトリック教会は相入れないという印象を世界に与えていた。レオ13世はこの状況を憂慮し、トマス・アクイナスの理性と信仰の調和という思想に解決を見出した。彼はトマスを示すことで、信仰と科学思想が共存し得ることを訴えたので、ある。レオ13世はバチカン図書館の資料を一般に公開し、 神学校の設立にも力を注いだ。また、フランス革命以来、共和制フランスを初めて認めた教皇となった。しかし、かねてより、バチカンの囚人として、教皇庁自らが規定してきた枠組みは崩さず、イタリア王国を認めず、信徒に国政選挙の投票権を放棄するよう求めていた。そして、彼の業績で最も有名なものは、初の社会会直にして、 カトリック社会教説の先駆ともなった、レールム・ノバールムを発表したことであった。労働問題を扱った、この会直において、レオ13世は労働者の権利を擁護し、作主と行き過ぎた、資本主義に警告を行いながらも、一方で対等しつつあった、マルクス主義や共産主義を批判している。1896年には、教皇書館で聖公会の聖職者案主の、死と継承を否定した。 1898年には、ウィリアム・ケイ・エル・ディクソンにより、ローマ教皇としては初めて映画の被写体となった。彼の時代、カトリック教会に、再び世界宣教の情熱が強まった。各種修道会が発足し、その規模を拡大し、宣教師が世界に派遣された。世界中で、多くの司教区が生まれたのもこの時代であった。レオ世は年という、長きにわたって、 教皇の座にあり、1903年に93歳で、この世を去った、教皇理人事の年齢は、歴代最高齢であり、また最も長生きした教皇である。ありがとうございます。